はい、えー、今回ですね、僕は iPhone 13に変えたんですけれども、まあ、いつもね、この iPhone を変えるときに、ケース。ケースだったらフィルムって悩みませんいっぱいありすぎますよね。で、今回僕選んだケースがすげえ良くて、はい、えー、こちら選びました。あえー、っと、こっちか。こっちの方がいいな。これ買って、もうつけてあるんですけども、これラバー調なんですね。 シリコンケースなんですけども、なんでこれ選んだかっていうと、今まで僕リングケースつけてたんですよ。これリングケースね。で、あのー、iPhone 12から、まあ、そのマグネット式の充電ができるようになったっていうところで、まあ、それを利用したいんですよ。で、まあ、あとはまあ、もうシンプルにしたいと。で、これもう薄いし、なんだ。んなんかいい、いいです。で、あと良かったのが、このね、オプションというか、まあ、無料でくっついてきたんですけど、こういうのがついてて、 これね。これ、まあ、スマホ、あの、財布とかにも多分入れても、まあ、なんとかなるかなっていう。そんなに熱くないです。まあ、もうちょい薄かったありがたいかな。でも、まあ、スマホに入る、あ、まあ、なんだ。あの、財布に入りそうだなーって感じですね。で、これ何かっていうと、あの、まあ、もちろんこうですね。まあ、ご察しの通り。こうできるっていう。これが無料でついてくる。しかも、ここがラバー調です。だから、滑り止め、滑りもある。あと、縦にもできますね。こうやって。うん。 これはすごいこれねこれも無料で付属で付いてくるんですけどあと触り心地がね非常にいいですねでまあちょっとあの開けてみましょうかでまあうーんもうめちゃめちゃその耐久性がなんだ落ちても大丈夫かっていう超ねごうぼうなんだあのめちゃめちゃすげえごついやつじゃないのでなんだ めちゃめちゃ保護されるかっていうと、その、なんだ、めっちゃごついやつに比べると、まあまあ、なんだ、結構こうと取りづれなあとあと、はい。取れました。で、このマジック、これのこれもついてて、で、まあ、パ,パシっていける感じです。パシッてってしたいので、これにしました。 いや、ちょっと楽しみで。あの、車のやつとかも、この、磁石のやつあるんですけど、まあ、それにしたりとか、まあ、あと、デスクトップとかも磁石のやつあるんですよ。で、それもちょっと買うんですけど。はい。これがね、対応していないやつが、まあまあ多いんですよ。まあ、それは分厚くなればね、それは対応できなくなるんだけども。これね、すごく、あの、いいですね。しかも軽いし、軽い、軽いし、 ま、あこの YouTube の下に入れときます。こちらですね。はい。まあ、ちょっとあの、まあアマゾンのちょっと見てもらえればわかると思いますけど、結構ね、その説明もちゃんと書いてあるし、あの、ま、あ保護も結構できるよみたいなこと書いてあって、まあ、なんだ。買ってよかったなと思います、僕はこれ。すげえフィ、あの、馴染む。すげえ馴染みますね。すごい馴染むし、なんだろうな。 ぴったり収まる感じですね。ぴったり。あ、ちょっと今、今さっきね、ちょっとね、あ、閉まったな。ちょっとこれね、無理やりあんまやんない方いな。ちょっと、あ、やべちょっと、マジか。ちょっと、あ、これね、無理やり取ると、これ、かなりカッチリはまるんですよ。で、さっき、ガーってちょっと強めに取ったら、ちょっとね、やらかしたな。ちょっとここから。 うわ、ましゃない。どんまうわ、まじか。残念な感じだな。まあ、いいやこんぐらい。まあ、とりあえず、いいです。で、あとはフィルムなんですけども、ここのメーカーさん、買いました。で、ここのメーカーさんもいいと思います。まあ、ちょっとね、す、滑りがね、めちゃめちゃ滑るんですけども、あの、液晶フィルム、液晶のやつが2枚ついてきます。で、2枚ついてきて、で、ここが、あのね、 あの、まあ、今までいろんなこと、いろんなもの買ったんですけど、あの、こういう、その、すぐセッティングできるってやつが、これ便利でした。で、あとは、これね、いいっすね、これ。このヘラ。ヘラもついていくんですよ。これはね、あったら嬉しいですよね、このフェラでビーってやるの。これ、あんまついてないですよね、フェラ。で、あ、で、あとは、この、 なんだこういう、そのこ、これが2枚ついてきます。これ。これ2枚。これ2枚。これが。だから1枚割れたとしてももう1枚あると。で、2枚ついてるので、なんと、この、この、ウェッティというかね、この服くやつも2個ついてます。はい、素晴らしい旅に出よう で、これ買った理由は、僕あの、この 3D というか、なんかその、なんかあの、透明で平べったいやつあるじゃないですか。あれ好きじゃないんですよ。で、ちょっとこの、ちょっとこの、枠、枠口が黒であって、こう、ちょっとこうなってるのがよ、良くて、これがね、ちょうどいい感じになってますね。あのく、黒の線があって。で、ちょうどピタって入る感じなんで、これすごく良い,いですね。まあまだ耐久性は気をつけたばっかなんでわかんないですけど、 まあ、透明度も、透明度もね、100%なんですよ、確か。なんか99、99%とかね、透明度99%とかね、99.9%とかあるじゃないですか。ここね、100%だったと思うんですよね、100%。100%とかまあ100、100%みたいな。<laughs> 何をもって100%なのかちょっとわかんないですけど、100%ってあんまないんですよ。そう。これね、多分100%って書いてあると、あ、そう、100%の超高価、 透明率みたいな100%って出してました。まあ実際にめちゃくちゃ綺麗ですね。まあ全然その、あの、つけ、つけてる感がないです。うん、だからその iPhone の綺麗な画面、まあ iPhone 13になってね、画面がすごく綺麗になったんだけども、それを損なわない透明さというか、あの、全然綺麗ですね。ただ、めちゃくちゃ滑りがいいので、逆にこれ、こっちの滑りがいいから、これに慣れると、こっちの方が使いやすいかもしれないですね。めちゃめちゃこの滑るんで、 あの、ま、あ今ちょっと使い始めてますけど、ま、あ逆に滑ってこっちの方が慣れてきたって感じですね。まあ、慣れですね。でも、あの、滑りがいいので慣れたら、ま、あいいかもしれないですね。逆に言うと慣れないと滑、だいぶ滑るから、打ちづらいっていうのはあると思いますけど、この滑りに慣れると、非常になんか滑らかになると思われます。まあ、それは慣れですね。人それぞれ。はい。ということで、iPhone 13買って何すれば、 何がいいのみたいなのありますけど、これはね、結構僕おすすめですね。ただ、あの、レビューする場合は、これね、と、取りづらいですね。今僕初めて取ったんですけど、取りづらい。しっかりはまるんで、取りづらいですね、これ。うん。で、取ると、ちょっと凹む感じがある。無理やり取ると。本当とね、かっちり作られてるんで、なんか伸ばしてさっき取ったら、ここがちょっと伸びちゃったんですよね。こビヨンって。 そこはちょっとレビューする場合は、あのー、多分つける前に動画撮った方がいいと思います。で、もしくは、その、レビューするときは <laughs>、もう iPhone から撮らないっていうね。で、一回つけたらもう撮らないぐらいの方がいいと思いますね。まあ、撮り方を無理やりやった感があるんで、でも、でもこれけ結構ね、ほんとね、カッチシ入ってんすよ。ハマってんすよね。iPhone に。すごいです。このフィット感はめちゃくちゃフィットしてます。すごい。カッチシ入ってますね。 ただ、撮りづらいっすね。その代わり <laughs>。その代わり撮りづらい。さっき撮ったんだけど、撮りづらい。で、無理やり力込めて撮ると、ちょっとゴム、シリコンがちょっとウィンってなっちゃいますね。うん。でもフィット感はもう抜群ですね、これ。めちゃくちゃ。あと手に馴染みますね。すごくいい。うん。まあね、いろいろなスマホケースあると思いますし、フィルムあるじゃないですか。出すぎですよね。出すぎ <laughs>。 何がええねんっていう話で。これね、結構ね、僕今まで iPhone 歴10年か。わかんない。iPhone、iPhone5 ぐらいから使ってると思うんですけど。まあ、10年じゃねえか。まあ、ずっと iPhone なんですよ、スマホは。で、いろんなケース使ってきたんですけど、これ、いいっすね。うん、多分、ベストワンですね、僕の中では。うん、まあ、あとはま、ここも使えるんで、まあこ、この後ちょっと使いたいんですけど、まだ来てないんで、カチャって。 はい。ということで、今回は iPhone 13のフィルム、保護フィルムとケース、これいいぜってやつですね。この YouTube の下に入れときますんで、あのー、悩んでる方は一度 Amazon 見てもらって、で、Amazon のページもね、結構なんかまあ、このフィルムはチャイナなのかなまあ、よくあるページですけども、<laughs> ま,あま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 あ、その、うーんなんだろうな。うーん、わかりやすくページも書かれてるし、 いいっすね。そう。<laughs> この YouTube を下入れときます。では。